皆さんこんにちは本日ご紹介するのはグラビアアイドルの小日向ゆかさんです彼女は1997年8月26日生まれで現在の5年齢は25歳です血液型は A 型出身は日本の群馬県伊勢崎市になります身長は160で愛称はゆかっーと可愛らしいですねゆかっーはお写真を見ていただいてお分かりの通り神に愛されたボディーの持ち主で 3サイズは上から87、62、90のファンシーな F カップになります。小学生の頃はとても活発な女の子だったそうです。ところが中学生の頃はご自身のことをネクラと呼ぶほど内気な中学生時代を過ごしたそうです。中学3年生の時にはその性格を克服しようと思って鏡の前で笑う練習を何度もしていたようです。他にも頑張っていきなりクラスメイトに話しかけてみたり、 笑顔を絶やさないようにと前向きに努力されたようです。その回もあってか、内気な性格だけでなく、外見も少しずつ変われたのかもしれないです。とインタビューで明るく答えてくれました。そんな、けなげなユカッピーに心惹かれてしまいますね。きっと素敵な笑顔でインタビューに答えてくれたと思います。高校の頃は、ご実家があまり裕福でなかったこともあり、ひたすらアルバイトをする日々だったようです。 高校を卒業して20歳の頃にイベントコンパニオンの仕事を求人誌で見つけ時給が良いことに惹かれコンパニオンの仕事を始めたそうです。実はユカッピーは子供の時からモデルや芸能界に憧れていたのですがお母様に猛反対されて諦めていたようです。しかしコンパニオンの仕事はバイト感覚ではあるものの芸能界的な雰囲気も感じられることもあり彼女としてやりがいのあるお仕事だったようです。ただ 仕事を始めたものの、しばらくはティッシュ配りなどの地味な仕事しか回ってこなかったようです。というのも、コスプレや、撮影会などの華やかな仕事をしたいと思っても、有名なレースクイーンや SN、SNS のフォロワーが何千人いるレベルでないと、応募すらさせてもらえなかったそうです。その経験を糧にして、すぐに SNS を開設しました。その結果、フォロワーも少しずつ増えていき、華やかなイベントにも出られるようになってきたそうです。 人気がつくにつれ、顔見知りのカメラマンも多くなり、そこから撮影会に誘われる機会も多くなりました。すべて貴重な経験とお仕事に対して、より一層積極的に参加するようになったそうです。そうしていくうちに SN、SNS のフォロワーの数もどんどんと、うなぎ登りに増えていきました。発信力もつくようになると、芸能事務所からもオファーの声がかかるようになりました。しかし当時23歳となっていた、 ユカッピーは年齢的なこともあり、芸能界にデビューするかどうか大変迷ったそうです。ですが、夜決して芸能事務所に入ることを決意されます。その後は、写真集をはじめ、ファッション雑誌、モデル、バラエティ番組の出演など大活躍されているユカッピーです。なんと、インスタグラムのフォロワーは、グラビアデビュー時から20万人以上も増えたそうですよ。すごい影響力ですね。 デビュー当時より数々のデジタル写真集を発表してきましたが、2022年9月には、ファースト写真集、はじめ、まして、を発売し、アマゾンのタレント写真集部門の3位を記録しました。また、その1ヶ月後には電子書籍の写真集が1位を記録しました。ファースト写真集の中には、お尻を突き刺すように、見事な四つん這いポーズのゆかっぴーさんのお写真もあり、見た際は脳裏に焼き付けられました。思わず、 自分の興奮を抑えられなくて立ち上がってしまった僕の小さな巨人にパンツを下ろしてこちらこそはじめましてと正式なご挨拶をしてから儀式を始めたいと思いました2022年12月には初主演を務めた映画初めてのオーディションがプレミア公開されるなど今や飛ぶ鳥を落とす勢いで大活躍されていますということで今後もさらに活躍されること間違いなしのゆかっぴこと 小日向ゆかさんのことをもっともっと応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは素敵な女性のエピソード、写真とともに紹介していきます。よろしければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。